はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、前に、つけペンを使ったボール、ペン画っていうのをあげたことがあったんですけれども、今日はですね、もうちょっとこう身近な、ボールペンを使った、ペン画というか、まあ、ボールペン画ですねをやってみようと思います。で、スーパーへ行ってですね、こんなものを買ってきました。シシトウガラシですね。なんかいっぱい入って安かったので、いろんな形のがこう混じってるんですけれども、今日はこれをですね、ボールペンを使って描いていこうかと思います。不思議な、なんかデコボコした、まあ、ピーマンのようなものなんですけど、こうやっていっぱい見るとあれですね、なんか先がこんな風に2つに分かれてるんですね。あんまりまじまじとこれまで見ることなかったので、結構似たような特性というか特徴というか、形状にやっぱりなんかルールがあるようなので、これいくつか見ながらね書いていこうと思います。2つ、まあ、どうしよう、とりあえず1個いってみましょうかね。これがなかなかいい感じの形してるので、これいってみようと思います。はい、ちょっとお皿に乗せて、で使うボールペンなんですけれども、これは私通常アトリエの受付に置いてる、まあ、普通のデスクペンというかね、ボールペンです。まあ、その辺の文房具屋さんで普通に売ってるペンですね。今日はこれを使って書いていこうと思います。ボールペンなので、書き直しが効きません。やり直しが効かないので、間違ったりしてもそのまま書き続けていく感じになります。はい、一応構図というかね、ポーズというか、こんな風にこんな風に置いてみました。こんな感じでちょっとね、斜め上から見下ろしてる感じで、はい、このヘタのね部分が少し斜め上から見える、こういう位置関係で書いていこうと思います。あんまり大きく書きすぎるとちょっと印象変わると思うので、原寸より少し大きめくらいを目安に書いていきましょう。はい、では早速どこから行こうかな。この辺りから、線画というかペン画というと、例えばこのデコボコしたピーマンとかシシトウみたいな、こういう形状のものを最初練習に使うといいと思います。っていうのは、物のモチーフの稜線って、形の何て言うんでしょう、境目というか飛び出ているところ、そういったところを見つける、探すのに非常にこう便利な、モチーフだと思うので、例えばこんな感じですね。輪郭線だけではなくて、モチーフそのものの何て言うんでしょう、こう角というか尖っているところ、飛び出ているところを見つけながら、探しながら、線で持って立体表現をしていく、そういった感じ、イメージです。で、まあ特徴、ボールペンの特徴なんですけど、書き直しが効かないっていうことと、つまりはみ出たりしたら、そのはみ出た形をうまく利用して、もしくはごまかして書き進めていかなくちゃいけないっていうことと、あとは、線だけで立体表現を、まあ、今回試みているわけですけど、線の集積ですね、まあ、前にハッチングのお話ちらっとしましたが、そんな風な線を束にして、ハッチングを使ってですね、まあ、少しこう陰影というか線の集積でもって立体表現をしていくっていうのも、ボールペンもしくはペン画の特徴になるかと思います。はい、結構ねランダムにあっちいじったりこっちいじったりして書いていますけれども、皆さんはこれ自分の書きやすいところから書き進めていけばいいと思います。
でも心なしかあれですね、こう書いてるとなんかししとうの香りが少ししてくる感じがします。なんでしょう、今日雨なんですけれども気のせいじゃないような、なんかちょっとこう香りがしてくるような感じがしますね。はい、ここの部分がねすごくこうグッとねへこんでるというか引っ込んでいて、内側にこの手前と向こう側の向こう側の形がすごくこう引っ込んでる感じなんですよね。なので少しここ調子を、調子と言っても線の集まりなんですけどをつけながら書き進めていっています。はい、なんかゴツゴツデコボコしたですね、ゴツゴツしたこの特有の質感もうまく表現できるといいんですけど、どうでしょう、ようやくこの辺で輪郭線というか輪郭が一周してきたところですかね。はい、こんな感じで、でここがようやくヘタの部分、これは本当ピーマンとかとパプリカとかと非常によく似ている場所ですね。少しこう尖ったヘタが五角形かな、これは六角形かな、少しこの辺が、切り口で、ここが、はい、切り口で向こう側に回り込む、そのヘタの部分ですね、五角形のヘタの部分、そして向こう側、こっち側もこんな風になっています。こんな感じかな。はい、ここ一番飛び出てるところなんですけれども、ハイライトって光ってる、こうビカッと光っているところがありまして、このハイライト部分、まあ、ボールペンなので、周りを全部真っ黒にはしたくないと思っているんですけれども、ハイライトを表現するにはハイライト以外がやはり暗くないと、ハイライトっていうのは周りの暗さによってあのハイライトが引き立ってくるんですよね。なのである程度は周りの調子を少しつけてみましょう。はい、だいたいこんな感じでしょうか。はい、両線って、まあ、この飛び出てるところですね、飛び出てるところ、ちょっと何度かなぞりながら、塊で調子をね、塊で見ていこうと思います。特に飛び出ているところは強調しながら、こんな感じでしょうか。ちょっと影入れてみましょうかね、ざっくりですけれども、でもどうしようかな、お皿がちょっと湾曲してそれに合わせて影ができているので、少しお皿も描いてみましょうか。はい、この部分が平らで少しここが角度が変わっています。角度が変わってこの辺りからまた平らになる。で特に接地面、この際は他に比べて、より暗いと、線を集めて少し暗いところ陰影を描いていきます。ここは平らなところなんですけれども、この特徴的なヘタの部分の形ですね、ヘタの部分の形がお皿に映っているので、このシルエットもその形に合わせて
な形でしょうか。はい、で、この辺りから皿ですね。で、もう一つ影ができてるんですね。まあいつも言ってますけれども、照明いくつか釣ってるので、それに合わせて何重かにこう影ができているんですね。できれば日中の自然光で描ければ一番いいんですけれども、どうしてもこう室内で蛍光灯の下とかってなりがちなので、その辺はご容赦ください。例えばこんな感じで、で向こう側がちょっと調子をつけていきますね。ここがお皿の内側の、少しへこんでいるところというか段差のあるところ、はい、ちょっとボールペンの使い方ですけれども、若干かすれ気味であまり綺麗じゃないですが、インクが溜まってきた時にはティッシュを用意して拭き取りながら書き進めていくといいと思います。気にせずに、ボールペンの場合は一気に書いてっちゃいます。これが何て言うんでしょう、ちょっとこうお皿のここにこう若干ね段差があるんですね。こんな風に段差があって、ここはなんかハイライトがちょっと光っているところ、この辺りは少し暗く見えてるかな。ここも少し調子を入れてみます。はい、こんな感じで、シシトウの結構上から見下ろした感じのですね、シシトウの感じが出ているでしょうか。こうやって見るとなんかすごく不思議な食べ物というか生き物みたいな感じがしますね。はい、ちょっとエッジを整えて、影との境目ですね、整えて完成にしようと思います。はい、こんな感じで若干右下のあたり、そしてこのへこんでるあたりに、影をというか、まあ調子をハッチングをつけてですね、ゴツゴツしたシシトウの感じ出たでしょうか。はい、今日はこんな感じでシシトウを描いてみました。それではまた。